25年のデフレで不況、コロナまでやってきて、30年以上給料が上がらない日本経済。消費税は法人税の穴埋めに使われていて、社会保障にはほとんど全く使われてはいない。ざわめく心、今日本の消費税、意味なく思えて戸惑っていた。バブルが弾けてあれから30年が経ち、ジャパンズナンバーワン一体どこに消えた。きしむ日本列島がボロボロになってしまう前に、一般庶民の力合わせれば日本は変えられる。退屈な心、日本が日本であるために、消費税廃止にして日本経済再生したい。消費税廃止、消費税は社会保障にはほとんど使われなかった。消費税は法人税の穴埋めに使われてしまった。10% まで上がり続けた。一般庶民は苦しみ続けた。25年のデフレで不況、給料は下がり続けて、きしむ日本列島の中、衰退国家になってしまった。うんざりしながら世間与党と過ごした。一つだけ分かってたこと、消費税からの卒業。消費税は廃止、直間必須の税制からの卒業。